サービス。お呼びでしょうか。大したことではないのですが。大したことではないのですが。強欲の罪バーンは監獄にぶち込まれて
怠惰の罪、キングは死んで墓の中か。お前どう思う？どうでも、僕団長以外の男に興味ないし。そんなことよりさ、僕ってばこの10年にこんないい女になってたんだ。その手配書、想像だから。よし、決めた。まずは、バンを拾いにバステ監獄に行くぞ。バステ監獄にした理由は？近いから。間だな。私は反対です。今はメリオダス様の傷の手当てが優先ではないでしょうか。そんな体でまた聖騎士と戦うことになったら。エリザベス、心配すんな。なんともねえから。少し寝りゃすぐ治る。おやすみ。あいつのことだから添い寝でも要求するかと思ったぜ。メリオダス様、お着替え、お一人で大丈夫ですか？メリオダス様。
長。言わんこっちゃない。あのお医者様は私とホークちゃんで探しますから。ディアンヌ様は。団長は僕が助けるんだ。でもお前じゃみんなびっくりして逃げちまうんだよ。わかった、ここにいるから探してきてよ。はい。おとなしくしてろよ。私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きてるのが不思議なくらいだ。相当深い刀傷に雷に打たれたかのような火傷。ありがとうございます、ダナ先生。どうしてこんな子供が。私のせいですね。私が聖騎士を止めたいと言ったから、七つの大罪の所在を探り出すためにこんな無茶を。エリザベス長、ごめんなさい。メリオダス様、早く良くなってくださいね。さてどうしたもんかな。メリオダス様の目が覚めるのを待ちましょう。バステ監獄へは。それからバステ監獄には僕一人で行く。目が覚めたらさ、団長はすぐバステ監獄に行くって言うと思う。怪我が治りきってないのにそんなことさせられない。
供の力だぜ。残らず叩き潰す。おい、今のは俺にも教え。団長のことは頼んだよ。はい。
患者の容態はどうですか？おかげさまで、先生の調合してくださったお薬で、ぐっすりです。まるで死んだみてえに、ブゴ。ホークちゃん、怖いこと言わないで！そう、でしょうね。ダナ君、ご苦労様。守備よくやってくれたようだね。トリカブト、ベラドンナ、緑原生。ヒヨスの葉を配合した激毒を飲ませました。この少年は二度と目覚めることはありません。傷を癒すための薬ではなかったのですか？いくら我々といえど七つの大罪と正面からぶつかれば無事では済みませんからね。それに王国は目的を果たすためなら手段は問わんのと。誰なの？姿を現しなさい。お初にお目にかかります。我はウィアードハングの一人、聖騎士ゴルギウス。聖騎士、こいつどっから？エリザベス王女、御身をお迎えに上がりました。やめて、メリオダス様に何をするの？なるほど、この件ですか。バカな、猛毒をあれほど飲ませたのに。死に損ないが、剣から手を離しなさい。この剣を死んでも離すわけにはいかねえ。それが俺にできる唯一の償いなんだ。メリオダス様。どんな大事を言おうと王女とこの剣はいただきますよ。逃げやがった。覚悟してください。行くぞ。
一人に毒殺を命じたなどと無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。タカ先生、エリザース、なやつはほっとけって。タカ先生しっかり。ここは危険だ。あいつがまたいつどこから現れるか分からねえ。そーい、また消えた。これって瞬間移動ってやつだね。利口な豚さんですね。そう、私の瞬間移動の前にはどんな力も役に立ちません。